こんにちは、村雲です。今回の動画では再び Python を使ったデータ分析を行っていこうと思います。内容としては Twitter のタイムライン上で流れているツイートを抽出し、 Word Cloud というライブラリを使ってよくニュースサイトで見られるご覧の画像を自動車関連のキーワードを生成し、特にスープラ界隈の昨今のトレンドを明らかにしていきます。それではご覧ください。早速情報の可視化を行っていこうと思いますが、やり方としては既存のサービスを活用する方法と自身でスクリプトを書いて情報を取りに行く2つの方法があります。まずは既存のサービスを活用する方法をご紹介します。その方法として代表的なのがこちらの風追というツイッター分析サイトです。こちらは画像の検索ボックスにツイッターの ID を入力することで、そのアカウントがつぶやいているキーワードを可視化してくれます。私の Twitter アカウントの場合、ご覧の通り車用、YouTube 用のアカウントであるため、 YouTube やスープラが大半を占めていますね。他にもカートップの場合、 SUV や電気自動車などがピックアップされ、社名だとクラウンが出てきているなど、やはり反響が大きかったようですね。こちらがベストカーであり、こちらもクラウンが大きく出ていたり、ホンダシビックが登場しているので、タイプ R 効果は絶大であったと言えそうですね。最後に、レスポンスアカウントがこれになっています。レスポンスの場合、BMW やベンツのワードが大きく現れているので、これまでの2社と異なり、より国際色豊かなニュースを取り扱っていることがわかります。ちなみに、この結果のキーワードをクリックすることで、そのワードが入ったつぶやきで飛ぶことが可能ですが、気になった月を見てみると、本当に月面探査関連の記事が出てきて笑いましたね。このように風追を活用することで、そのアカウントのつぶやきの傾向やトレンドを知ることができます。悪用は厳禁ですが、 URL を概要欄に貼っておきますので、ぜひご活用ください。ただこの方法の場合、そのアカウントがつぶやいていることを検索することができますが、当初実施したかったスープラといったキーワードに対するツイートを調査可視化することができません。そこでキーワードからトレンドワードを可視化する方法を紹介します。キーワードからトレンドワードを抽出する流れはご覧の通りとなっており、まずはツイッターから情報を抽出するツイッター API を取得し、ツイッターからキーワードが含まれるツイートを抽出し、単語に分解して可視化という流れとなります。これをスクリプトをベースに解説していきます。まずはツイピーというライブラリーをインポートします。このライブラリーにツイッターの情報を脱ぎ出してくる機能があります。その後カウントで脱ぎ出してくるツイートの数を指定します。今回はスープラというキーワードが入ったツイートを過去5000件まで遡って抽出してみました。その下の認証のところでツイッターの開発側からの認証を得ます。ここに自身のアカウントに基づいた認証キーが必要であり、このキーの取得方法として参考させていただいたウェブページを概要欄に記載しておきます。その下部で5000件分のツイートをループ処理に取得すると、ご覧の通り大量のツイートが取得できます。その後今回の可視化に必要なワードクラウドとジャノメというライブラリをインストールします。それぞれの役割として、ワードクラウドでは検索対象のテキストから単語の数などをカウントすることで、これまで分析してきたキーワードの分布図を作成します。しかしこの部分で問題となるのが、単語にうまく分解することであり、これを形態素解析と言います。ワードクラウドで数をカウントする前に文章を単語ごとに区切る必要があり、ご覧のイメージとなっています。これを実施する役割を果たしているのがジャノメになります。スクリプトとしてはこの後集めたツイートを一つのテキストとして扱えるようマージを行い、膨大なテキストファイルが出来上がります。その後、ジャノメの機能を活用することで、ご覧の通り単語ごとに区切られているのがお分かりになるかと思います。最後に、ワードクラウド機能を活用することで、スープラ関連のトレンドワードの分布図が画像として出力されます。結果はご覧の通りとなっています。ただ、わけわからないですよね。理由としては、HTTPS や CO といった
おそらく記事の URL が貼られているツイートが大量にあるため、これらのキーワードがピックアップされているかと思います。これらキーワードはノイズとなってしまうので、こちらのストップワーズで結果に反映しないように設定する必要があり、こちら手作業となるので少し面倒でしたね。ようやく完成です。こちらがスープラ関連のトレンドキーワードとなります。スーパー GT やヒューベルフェストなどは直近開催されたスープラ関連のビッグイベントなので予想通りといった感じですね。私も参加したかったんですが仕事休めなかったんですよね。その他としてはマニュアル採用されたことに伴うマニュアルやドリフトといったワードが混じっており、ネジ改良によるマニュアル通過効果が見て取れますね。それで強調とかミニカーって何だと思ったら、ファミリーマートで7080スープラその他の車種のミニカー発売されていたんですね。リアルに知らなくてファミリーマートもこの部分に当時登場していて、何これと思って除外したんですよね。こんな感じで特定のキーワードに対するトレンドワードを抽出できるようになりましたので、今後の YouTube 活動に活用していきます。ちなみに他の車種でももちろん実施可能であり、話題で持ちきりの新型クラウンの場合このようになり、発売日だったりおもてなしといったワードがクラウンのコンセプトを反映しているかなと思います。白心の空白の拡大を狙うには笑いましたがその他車種でも実施してほしいというリクエストがあればコメント欄までよろしくお願いいたします。今回の動画の内容としては以上となります。このチャンネルでは他にも新型車の情報や愛車のスープラ関連の DIY 情報の発信を毎週行っております。自動車好きの方の参考となる情報を発信していけるよう努めていきますので、動画の高評価とチャンネル登録のほどよろしくお願いいたします。また動画内で実施してほしい企画などありましたらコメント欄までよろしくお願いいたします。それではご視聴ありがとうございました。